皆さんこんにちは、りょうくんチャンネルへようこそ、りょうくんでございます。いつもご覧いただいている方、誠にありがとうございます。本日はですね、2015年の8月29日でございます。ただいま、0時35分に撮影を開始しております。まずね、皆さんにちょっとお知らせがあります。はい、明日ですね、8月の30日の日曜日なんですけれども、私のね、弟がいるんです。3つ下の弟がいるんですけれども、晴れて結婚することになりまして、ちょうど明日ですね、結婚式があるので、まあ、多分ほぼ撮影役になると思いますけれども、行っていきたいと思っております。はい、で今撮っている理由なんですけれども、皆さん、アンソニーさんのお答えしますパート6ご覧になりましたか？そこでね、私が質問させていただいたんですけれども、思春期になってからの初恋はどんな感じでしたか、という質問をさせていただきました。はい、そこでね、アンソニーさんからりょんくんも動画にしてくださいと言われたからには動画にせずにはいられないということで、私の思春期になってからの初恋とその他もろもろのね、雑談を今日はさせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、思春期と言いますと、まあ、恋心が何なのかっていうのもね、分かってくる年かなと思うんですけれども、私は小学1年生が初恋でしたね。小学1年生の同じクラスになった女子、まあ、もちろん女子ですよね、もちろん女子ですよ。もうその同じクラスになった女子にほぼ一目惚れだったと思います。まあ、今でもよく覚えているんですよ。アンソニーさんが言う通り、まあ、小学1年生の記憶なんてほとんどないんですけれども、その子に関した記憶はね、ちょいちょい残ってるんですよね、不思議なことにね。で、これが好きってことなんだなっていうのをね、小学1年生のね、頃からね、分かってたんですね。多分ね、中学ね、1年の終わりぐらいまでその子のことが好きだったんですよ。でね、もうここから私の伝説が始まりだすんですけれども、7年間好きだった、当時で言うと6年間ですかね、中学に上がるぞっていう時ですね。私の小学校は基本みんな同じ中学校に進級するんですけど、中学にね、上がるタイミングでまさかのね、その子からラブレターをもらうんですよ。すごくないですか？これはね、伝説が始まってるんですよ。何を言ってるか分かんないけど、ラブレターをもらって告白していただいて、お付き合いしませんかと言われるわけなんですけど、当時ね、中学に上がる前ですよ。女の子はもちろん混ぜてて、いろんなことがね、当たり前になってると思うんですけど、なんて言うんですかね、その頃のね、私はまだまだガキでですね、もう付き合うってなんだよっていうね、さすがに付き合うっていうことが何なのかはね、理解してたんですけど、そんな付き合うなんて恥ずかしいことできるかよっていう風に思ってしまったんですね。それにプラスして直接的な告白はラブレターでされたんですけど、そのお返事待ってますみたいなことが書いてあって、どうしたらいいんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。で、数日経ったある日ですね、私の家の電話にかかってくるんですね、その子からじゃなくて、その子の友達からかかってきたんですよ。で、これこれこうだから、何々ちゃんと付き合ってあげてほしいんだけど、みたいなことを言われてですね、もう何が何だか分かんなくなってしまって、とりあえず断ってしまったんですよ。その後も、多分1年ぐらいは好きではいたとは思うんですけど、付き合うとかはなくですね、まあお互い別の人を好きになるという感じでございました。はい、でまだね、私の伝説はね、続いててですね、こういうことを言うとあんまり信じてもらえないと思うんですけど、私がね、好きになった女の子から、だいたいね、高校でもそうだったんで、高校3年ぐらいまでは私がこの子いいなって思ってた子から半年もしくは1年ぐらい経つと告白されるんですよ。私が醸し出してるオーラが伝わってしまうでしょうかね。これは実話なんですけど、本当に私のモテ期はそこだったのかなと
んなところでしょうかね、初恋はね。懐かしいな。なんかこんなことを動画にすると、今お付き合いさせてもらっている彼女がいるんですけど、怒られちゃうかもしれないですね。まあ、ただ孫うことなく今の彼女が一番大好きなんで、安心していただきたいと思います。何を言ってるんだよ。次の話題にね移るんですけど、最近ね、私YouTube のライブストリーミングを使って、例えばワールドオブウォーシップだったり、今日やってみたんですけど、スプラトゥーンの、生放送をしてます。はい。で、私のチャンネルがここまで成長できたのは、基本的にカメラ関係の動画で、まあ、いろんな方々と、何て言うんですかね、仲良くなれて知名度を上げていただけたからだと思ってるので、カメラ動画をね、私のチャンネルで期待されてご登録いただけた方は、こいつ何をやってるんだよっていう風に多分思われちゃってると思うんですけど、もうどうしても私の趣味なのでやらせていただきたいなと思います。そういう動画もちょいちょい上げると思うんですけど、ちょっと温かく見守っていただきたいなと思います。もちろんそのカメラ動画とかガジェットとか、そういう動画も間違いなく今後続けていくつもりなので、お待ちいただければと思います。お願いします。あと何でしょうね、これだ。これね、これ今日初めて来たんですけど、これ知ってる方いるかな、この T シャツ知ってる方いるかな。このフィアー3とコラボしてるんだけど、サイレントヒル4だったと思うんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと調べるんで。わかりません。わかりませんでした。すごい調べたんだけど、多分ね、サイレントヒル4なんじゃないかなと思うんだけど、この T シャツ何かわかる方コメント残していただければと思います。これわかる方結構すごいんじゃないかなと思います。多分サイレントヒル4かなんかだったような気がしなくもないんだけど、サイレントヒル4ってすごい昔ですよね。あと何に話そうとしてたかな。あとね、私通勤時間が本当に長いんですよ。往復で1日だいたい4時間通勤に取られてるんですね。で、今は Kindle で読書したりとかして時間を潰してはいるんですけれども、この時間を動画の編集時間に当てたいんですね。それができれば1日4時間、まあ、座れたらなんで、まあ、帰りはほぼ座れないんですよ最初は。ただ行きは座れるので、だいたいね3時間ぐらいは編集時間に当てられる計算になるんですね。なので非常にコンパクトで持ち運びやすいパソコンをね買っちゃおうかなと思ってるんですね。で、候補として MacBook Air を今考えてるんです。で、Apple 整備済み品の、2013年6月に発売になっている11インチのものですね。それが今税抜きで整備品は7万1000円で取引がされております。それを狙い出しております。で、7万1000円なんてそうそう払えないので、まあ、男の12回払いを、アップルの金利12回まで金利ゼロにできるみたいなので、そちらを適用しようかなと思ってるんですね。で、なぜアップル整備済み品を買うかというと、ほぼ新品同様のものが届くっていうメリットと、あとはアップルの1年保証がつくっていうのがやはり大きいですよね。で、2013年の6月に発売された MacBook Air の11インチの中古で検索すると普通に8万円を軽く超えるんですよ。で、スペック的には Core i5 の 1.3GHz でターボブーストで 2.6GHz までいくのかな。で、メモリが 4GB の、ストレージが SSD PCI Express ベースの 128GB です。それが7万1000円で取引されているっていうのはかなりお安いんじゃないかなと思います。それを狙って編集用の持ち運びにすごい便利なノート PC を探しているというお話でございました。そんなところかな。やっぱり最近生放送をやり始めて思ったんですけど、今の私の生放送の環境を見てもらうと分かるんですけど、右下に私の顔を表示させてます。で、その上に、皆様がね残してくださったコメントが動画に残るように頑張って調整しております。で、ここら辺にゲーム画面をやってるんですけど、多分ね、これができてる、ライブで実況してる方ってなかなかいないと思うので、まあ、そこは強みかなと思っているのと、
ぱりその生放送の面白さっていうのは、その普段はね出来上がった動画もう完結しているものをご覧いただいてるんですけれども、やっぱりその生放送でゲームをプレイしているとどなたが訪れてくれるかわからないわけで、でそれに合わせてどなたがコメント残してくれるかわからないですけど、それに私の声でレスを返すようにしてるんですけど、面白いんですよね。普段こうやって完全に今一人でここに H2N 置いて G7 置いて一人で本当にアホみたいに喋ってるんですけど、今喋ってることに対して今プレイしているゲームに対してコメントいただけるっていう新たな面白さに気づけております。これもだいぶ続けていけそうかなと思っております。これね本当にゲーム実況に向いてるんですね。皆さんもうお分かりかと思うんですけど、私がその生放送したものが私のチャンネル上の動画として残るんですね。そうすると本当に無編集で非常に見にくいんですけれども、例えば9月2日に発売になる、メタルギアソリッド5ファントムペインなんていうのは、多分その初見動画なんて取り出して編集しだすと気が遠くなって多分完結しないんですね、シリーズ化してしまうと。なのでこういうのを生放送でやったらいいんじゃないのっていう風に今思ってます。で気軽にご覧になっていただけるのかなと思ってるので、やってみてもいいかなと今ふと思っているところでございます。なんかゲームの話ばっかりして申し訳ないんですけれども、やっぱりそのひとまずはカメラもマイクもなんか行き着いたかなっていう風に思います。今後は G7 のやっぱりその行き着いたと言ってもですね、多少なりともその不満点はやっぱり使っていくと出てくるので、バッドポイントをねまとめた動画も G7 のバッドポイントをまとめた動画もアップロードしたいと思っております。そんなところでしょうかね。今日はね30分経ってしまいましたね。ということで、ね、久しぶりにこんなに長く動画撮りましたけれども、はい、皆様、ご興味を持っていただける内容でしたでしょうか。ということでね、まだまだこういう普通の動画も上げていこうと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。で最後にですね、私のチャンネルを本当に自然にご紹介いただいたアンソニーさんにね感謝の気持ちを述べたいと思います。誠にありがとうございました。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。